はい、皆さんこんにちは。みなでーす。坂です。 AT ブログでーす。今日はまた愛知観光、一番てっぺんの渥美半島の伊良湖岬に来てます。愛知県ってカニみたいな形してるんだけど、その右側の半島の一番先っぽで、まあ今日いろいろ行きたいところがあって、1個目がこちらのレストランです。ここに住んでる坂の両親の知り合いがおすすめしてくれたお店。そうだね、海鮮をね、いっぱい食べれるっていう。そう、海鮮は食べたいね。海鮮食べ放題。食べ放題じゃない、食べ放題じゃない、食べまくり。はい、食べましょう。おお、これが来た。すごくない？なんでだよ。まだ熱い。食べんかい。熱々なんじゃない？まあ、その、すごいね。もう食べてごらん。岩がき。でかっ。ショック。ショックね。これ、どうやって食べればいいかわからない。かぶりつけばいいんじゃない？あんま OK？ いや、もう持てないし。怖っ。やっぱり生が好きじゃない？まあ、一緒で確認が甘くない？すごくない？すごい。おいしい？うまい。来ました。いただきます。定食が来ました。立派な定食だね。私はエビフライとカキフライの定食。これはね、アサリ、大アサリと大アサリのフライかな、これ。うん、そう。エビフライ。うまい？はい。美味しいですか？プリップリ。あと外は本当にサクサクで、タルタルソースもめっちゃ美味しい。よかったね。一応申請はしたけどな。これ動画で伝わるかわからないけど、これのカキフライの普通のサイズ。あ、それカキフライなんだ。レナの顔に横に持ってくれば。去年より 50% 安い時は。めっちゃでかいよ。普通のカキの2倍ぐらい。すごいよね。タルタルソース。えぐでかい。去年はゼロだね。美味しい。ゼロ。三つ目のフライは大アサリのフライ。うん、サクサク、うん、食べ終わった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。今ちょっと柿をもらいに行きました。友達が今日朝潜って、素潜りだよ、素潜り。こう取って、ここの船に山ほど今岩牡蠣が置いてある。絵牡蠣はあっちはまんまで。はいはい、これは何時間かけて撮りました？2時ぐらいに出てて、裏返ってきた。あ、じゃあ4時間ぐらいか。30分かかるもんで、多くて。すごいね、本当に。今ね、新鮮なやつを剥いてくれてます。そう、まあ、フライも食べて。あそこ誰が入れてるんですか？これやめた。すごい。取れたて。安いじゃなくて、あなたがいない。バクティーが割れたとき、さっきより美味しい？あ、でもさっきより美味しいよ。あ、やっぱり。なんだろう。自然。あれだね、海水のいい調味料になってる。めっちゃうまい。そうだね。海に来たー。これ、海。よくない？で、あっち側に、今見えないところは、あのフェリーターミナルがあって。三重県の鳥羽に行けるし、あとこっちのカメラを映るかわからな い、ね、あれが知多半島と日之島と日間賀島。日間賀島がタコが有名。一回行ったことあるけど、もう一回行きたいなと。なので、もう暑いからこれ飛び込んだら気持ちいいだろう。あー、そう。レナ、一回行ってみれば、そこから。ウィーン。
No。 レナに飛び込んでほしいと思った人はいいねボタン。いいねボタンが1000に行ったらレナは次回飛び込みます。飛び込まない。でもそれでもいいねボタン押してね。さっき生の牡蠣の一口を食べて私の体に合わない、なんか気持ち悪くなってきた。あ、そうなん。私の口の中は全部なんか生牡蠣の味はする。あんな美味しいのに。はい、いろいろ牡蠣をもらいましたけど、今からはこちらのイラコビューホテルのカフェに行きたいと思います。でこちらのカフェは、ビューで有名な。今景色を楽しんだら下にプールがあることを気づいた。マジで？本当だ。はい、今日最後なんだけど、こちらのジェラートのお店を見つけた。バロック？バロックってお店だね。はい、2人でトリプルカップにしたから、私は勝手に3つを選んでもいいかなと。じゃあ、OK。 俺牧場ミルクかな。あ、俺ラムレーズンでしょ。そう、私この2つが欲しかった。だから3つ目は何にする？チョコチップか抹茶かな。うん、私も抹茶かなと思って。うん、じゃあそうしよう。アイスが来ました。もうなんか溶け始めたから早めに食べないと。美味しい、濃厚。抹茶もめちゃくちゃ抹茶の味する。ミルクもめっちゃミルクの味する。ラムレーズンもめっちゃラムレーズンの味する。当たり前やろ。美味しい。ラムレーズンがスイカの味したら困るやろ。これは今日で最後になるので、このビデオをここで終わりにします。動画が面白かったならいつも通りぜひいいねボタン押してください。うわー、食べてる。次の動画が、3日後にアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバイ。